フェルディナント・フォン・エーギル。 戦いの空気苦手だ。舞台に上がるより緊張するわね。 私の力見せてあげる。 焦らず戦おう。 行きますか。 撃って誇るほどの敵ではありません。 おっしゃ、行くぜ。 先制、奇襲、有利思います。 経験は糧になる。一歩前進。よっしゃ、大勝利。
私の力よ。全てはエーデルガルト様のため。まだまだ止まらねえぜ。どうだ見たか俺の活躍。これどれか大きなるもの。油断はするなよ。この程度では満足できないな。何？私が伸び…警戒が必要だ。
加減すべきだった。みんなで強…撃って誇るほどの敵ではありません。はっ、助かる。無理、いけません。警戒いります。次もうまくいくとは限らないよ。経験を…
いらっしゃいませ。焦らず戦おう。先制、奇襲、有利を思います。私の力、見せてあげる。行きますか。引きこもっていた一人生だったのに。おっしゃ、行くぜ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。舞台に上がるより緊張するわね。
も実力のうちだぜ。あれ俺経験は糧になる。やっ予想通りの結果だね。
危ねえか。いや、まだいける。私だって鍛えてるのよ。その調子だ。いける。どうだ、助かるぜ。
まだまだ止まらねえぜ。はっ、バリーナ。上がるより緊張するわね。
族にとっ。僕にやられるのは嫌だろうね。成長を実感でき、少しは
え、ちげえのかよ。いいんだ。先生。ベルナデッタ殿、それでは私はこの辺で。はい、ありがとうございました。終わった。怖かった。でも終わりました。軽く片付けてしまいましょう。滞りなく。身についたものは裏切らない。戦場で学ぶことも多い。ちっとは強くなりゃいいんだが。これで強くなれたらいいな。理解が深まると嬉しいわね。私連達の息、接近。ありがとう。
これで新たな道が引く。貴族たる。みたいですね。
先生のおかげ。時々思うことがあるわ。あなたには他の道があったのではないかと。私と出会わず、私に付き従わなければもっと平和で、もっと平坦で面白みもない腐った貴族どもに連なる道があったでしょうな。今さら愚行ですよ、エーデルガルト様。私は自分でこの道を選んだのです。決してあなた様に従わせられているのではない。まさかその程度のことをあなた様が分かっておられないと。そうではないわ。あなたのことは他の誰よりも分かっている。ただ修道院に来て学び、そういう未来もあったのかもしれない。確かにこの弱いで言うのもなんですが、ですが修道院で過ごすこの時間、そうですが、エーデルガルト様と。ならば何も言わないわ。私の道はすでに私の。これから先、上に立つ者の手は派手に血を流させ、この環境にも随分と慣れたみたいね。何か問題はある？エーデルガルト様、平穏無事です。皆さん優しさ持っています。言葉気に。よかったわ。けれどブリギット王族のあなたは帝国にとって問題が起きた時の対処は身柄を。はい、必要ある時頼みます。しかし私無事です。
問題ええ、心配しすぎかしらね。何かあったらあなたの家族にも顔向けできないから。心配無用です。ブリギットの言葉あり、一本の矢、二羽の鳥射止められない。私とブリギット二羽目、今あなた違いますか？確かに私は野望を秘めている。でもペトロ、私はエーデルガルトよ。他の誰でもない。そのためなら一子で二羽だろうと。ペトラ、矢に射止められる鳥でなく。言葉刻み。